灯油。灯油、灯油、灯油は、灯火用の液体燃料の総称。また、石油製品の一種。灯油とは、元来はランプなど、照明器具のための油の総称を言う。灯火用の液体燃料としては、古来より、ごま油や原油などが用いられ、この意味では、灯しび油とも読む。やがて、従来の灯火用燃料の代替品として、 石油を生成した燃料が用いられるようになった。灯油は石油の分流成分の一つであるケロシンを暖房やランプなどの日用品における燃料として利用する他に調整した製品である。ケロシンそのものを灯油と呼ぶことがあるが、ここでは主に石油製品としての灯油について述べる。灯火用には古来よりろうそくのほか、ごま油や原油などが用いられた。 日本で古来、神事等に使用されてきた灯火油としては、魚油、ワミ油、椿油、ごま油等が使用されてきたが、9世紀後半に、利休や渡宮の宮司が、えごまの作行きを考案してらは、えごま油がその主流となった、CF 大山崎油座。17世紀以降は、えごま油に代わって、菜種油や、麺実油が灯油として、主に用いられるようになった。 一方で、庶民が用いる灯油の主流は、長らく魚油であった。日本の民間伝承には、油赤子、油澄まし、油棒、化け猫、等々、灯油にまつわるものが数多くあるが、特に化け猫がそうであるように、油を舐めようとする逸話が多く見られる背景には、安頓用の灯油として、安価なイワシ油などの魚油が用いられていた事実がある。背景として、当時の家猫の餌は、 飼い主の残飯であったため、工場的に死亡、とりわけ動物性死亡の摂取に飢えており、アンドンの油を舐める行動がしばしば実際に見られたということもある。アメリカ合衆国では、1855年、ネイティブアメリカンが薬用にしていた黒色の油を生成したところ、原油よりも照明に適していることがわかり、油田開発がスタートした。 原油が資源として重視されるようになったきっかけがこれである。また1858年にはルノー・アールエンジンも発明され、需要が伸びるにつれ原油採掘の必要性が高まり、アメリカ合衆国のドレークはペンシルベニア州に初の油性を建造し、1859年8月には原油の採取に成功した。日米貿易は1854年の 日米は新条約に始まるが、1879年には、アメリカ人で、商船、J.A. トムソンの船長チャールズ・ロジャースが、知人に頼まれ、日本の物産を購入する際に、新たな市場としての日本へ貨物として、この時は生成した石油を届けている。灯油は、原油の蒸圧蒸留及びその後の生成によって、得られる製品である。 無色透明で特有の周期を放つ液体で炭素数9から15の炭化水素を主成分とする。灯油の引火点は37摂氏65度の間であり、その自然発火温度は摂氏220度である。燃焼熱量は軽油のそれに似ていて、定位発熱量は18,500カロリー、ポンド前後、43.1MJ、キログラムで、 高位発熱量は 46.2mjkg である。ただし、陰火点以下の状態にあっても霧状の粒子となって空気中に浮遊することがあり、この時はガソリンと同等の陰火性を持つ。また、人体への影響としては皮膚炎や血膜炎を引き起こすことがある。取り扱いが容易であるため、家庭用の暖房機器や給湯器、燃料電池、 自家発電用の燃料に使われる。また工業用、産業用途として洗浄あるいは溶剤にも用いられる。生活必需品の一つであり、石油製品の中でもガソリンと並んで価格動向に注意が払われる製品の一つである。灯油の品質は日本産業規格 j i 実二2203で規定されている。一般に利用されるものは生成度が高く不純物。 特に養分が少ないという意味で、一号灯油通称、白灯油の名称が与えられている。一号灯油に要求される品質は、発煙性成分が少なく燃焼性が良いこと、燃えカスが出ないこと、刺激周到がないこと、適当な気発性を有していることとされている。生成度が低く淡き色をしており、主に石油発動機用の燃料であった。その色から、茶灯油とも呼ばれる。 2005年時点では、日本国内で生産、流通していない。多くの場合、一号灯油で代用して問題はない、逆は現金。一号灯油の養分の上限値は 80ppm と現在の経油の午後10時よりも高いが、経油の低いお化に伴い現在供給されている、灯油もほとんどは午後10時以下となっている。共産化材と一緒に貯蔵したり、加湿、故意にかかわらず、 ガソリンや軽油、水などが混入することは避ける。換気に注意し、蒸気の発生に気をつける。直射日光を避け、冷暗所に保存する。膨張による流出に注意する。灯油は、長期間の保管や不純物の混入などによって、品質に問題が生じる。こうした不良あるいは不純な灯油を利用すると、様々な問題が生じる。長時間放置あるいは、 寒暖差の激しい環境に置かれ、品質が劣化した灯油。品質が劣化した灯油。一般的には使い残した灯油を1シーズン、直射日光の当たる環境や、密戦状態の保たれていない境で放置したものなどが該当する。不良灯油の確認は透明のコップに入れ白い紙を後ろに当てて色の変化を確認する。良質の灯油は無色透明なのに対し、 不良灯油は黄色く変色する。また、劣化すると酸っぱい臭いや目に染みるような臭気を放つ。なお、シーズンを越して保管する場合には、日光、紫外線による酸化反応を防ぐため、日の当たらない風通しの良いところで、灯油専用の着色容器に入れ、蓋をしっかり閉めて保管する。こうした不良灯油を使用すると、黒煙、白煙や異臭が大量に出るほか、火力が安定せず、 新式石油ストーブの場合は、芯が黒化し、ダイヤル、レバーなどが操作できなくなる恐れがある。不純物が混入した灯油。特に水の混入が多く、ポリタンクの蓋が閉まりきっていなかったり、ポリタイク内で霜が降りると水分が混ざった不純灯油となる。水は灯油より重くタンク下部に溜まるため、水が入っていることに気づかずに使用したことで、 危機器を故障させてしまうことが多い。こうした不純灯油を使用すると火力が弱まり着火されにくくなる。危機器によっては給油警告も常に出るようになる。その他経由やガソリンが混じった不純灯油も考えられ、これらをそのまま使用することで目や喉の痛みを訴えたりと人体に影響が出るほか火災の原因になる。灯油の価格が高くなると 住宅の屋外に設置してある灯油タンクから灯油を抜き出す盗難事件が発生している。寒冷地にある企業などが盗難対策グッズを開発し販売している。北海道警察セトナ警察署等の警察機関でも灯油盗難防止用品を紹介している。また、不必要な状況下で灯油を持ち歩いたり、迂かにポリタンクを屋外で保管していると放火犯罪の 対象になる場合もある。石油ファンヒーター及び石油ストーブは灯油を気化して燃焼させるものであり、機械的な故障は少ない。しかし、分前式石油ファンヒーターでは不良灯油による故障が多く、1シーズン経過した不良灯油で容易に動作不良となることもある。故障が疑われる場合、まず使用した灯油を疑うこととされており、石油ストーブメーカー各社とも不良。 不純灯油の使用による故障はメーカー保障の無償修理的要害で有償による修理対応となる。不良、不純灯油使用による石油ストーブ故障は各製造企業が頭を抱えている問題であるが一般利用者には広くは認知されていない。販売店から初期不良としてメーカーへ返品されてくる製品のほとんどがこうした不良。 不純灯油が原因とされるものである。対応した販売店の店員すらも不良、不純灯油に関する知識が不足し、利用者からのクレームを避けるため、そのまま新品と交換してしまうケースがある。一方、メカニズム面でこれら不良灯油に対し、限度はあるが、耐久性を持たせているのが、豊トトミの開発したレーザーバーナーである。品質の悪い灯油を燃焼させると、 独特の匂いが発生する。屋内で石油ファンヒーターを使う場合、換気を怠ると一酸化炭素中毒を起こす。一酸化炭素は無色無臭で発生しても気づかないため、濃度が一定量に達すると死亡してしまう。30分1時間に1回程度の換気を心がけると良い。不完全燃焼を引き起こした場合は、使用中止して十分換気を行い。 汚染されてない空気を吸うべきである。屋外に石油給湯器を設置する場合、煙突を延長させる排気対策を十分取らないと近隣住宅に流れ込みトラブルになりかねない。独特な匂いがする排気が室内に侵入するため、近隣住民宅のトイレや風呂場等の換気が不自由になり多大な負担をかけるからである。特に音が響きやすい冬場の深夜に稼働させる場合、 近隣住宅との間隔、1、3メートル程度が狭い住宅街に設置する場合、床暖房に併用させる場合では、特に設置者は要注意しなければならない。メーカーでは、設置方法や設置場所について、林家に配慮することを推奨している。参考、石油ストーブ、石油ファンヒーターによる自己事例集。欧州全体の灯油需要は百九十六年には十二万バイト。 D であった。スウェーデンでは窒素酸化物や粒子状物質の排出源としてディーゼル自動車が問題視され、1991年に新しい自動車用経由の品質規格を定めてシティ経由を導入した。しかしシティ経由は灯油染め分を多く含むため燃費が低く灯油やジェット燃料油が不足する問題も生じている。2019年現在、 日本の灯油は、需要量の9割を国内生産で、1割を輸入で、賄っている。灯油は、ガソリンスタンド、一部店舗と高速道路内の、サービスエリアパーキングエリアを除くのほか、ホームセンター、ディスカウントストアスーパーセンターなどの量販店、米国店、生協、移動販売など広い販路で販売され、家庭への配達が行われる。近年、 2004年の段階では低価格のセルフ式、ガソリンスタンドやホームセンターにおける持ち帰り購入が増えている。持ち帰り容器としては1970年代までは金属製の一途缶が広く用いられていたが、その後は軽量で機密性の高いポリエチレン製のポリタンクが広く使われている。特に冬の寒さが厳しい北海道、東北地方では、 一世帯あたり平均で年間約1500から2000リットル程度の灯油を消費することから、一軒家では200から1000リットルクラスのホームタンクに灯油備蓄し、家屋内の石油ストーブやボイラー等へ自動的に給油するシステムを持つことが一般的である。その他の地方においても灯油を燃料にする給湯設備が普及しており、これらも90リットルから200リットルのタンクを有している。 灯油が少なくなると、いわゆる2トントラックに小型タンクを設置したタンクローリー、もしくは規模によっては、大型のタンクローリーを呼んで、ホームタンクに給油するか、ガソリンスタンドやホームセンターで購入する。灯油の価格表示は1リットルあたりの表示と18リットルあたりの表示が混在する。これは灯油を1ト缶で販売していた頃の名残であり、 1> 約1トンに相当する18リットル単位での販売が一般化したためある。このため長年販売される灯油用ポリタンクの標準的なサイズは18リットルだったが、近年はより切りの良い数字である20リットルが標準になりつつある。暖房用の灯油は毎年価格の変動が伴い、特に低所得者、社会的弱者にとっての負担が大きい。 そのため日本国内の多くの市町村では、福祉灯油といわれる灯油購入費の一部に対する支援、助成度が設けられている。消防法では、危険物、第4類、イン果性液体、第2国油類に分類されている。消防法により灯油は、燃油用体ク以外での保管は禁止されている。しかし、実際には依然として、無着色ポリタンクでの灯油の保管が続いている。 販売者側にも徹底されておらず、白体育給油は向上化している。特に消防法改定前から灯油を定期的に購入していた高齢者に多い。消防法上の危険物としての灯油の指定数量は1000リットルだが、多くの市町村で火災予防条例等により、少量危険物の保管について、より小さい数量以上を保管する場合、 市町村に届け出なければならないよう定められている。灯油の場合、ほとんどが指定数量の5分の1、つまり200リットルが上限である。しかしこれに違反していると知らずに、大量の灯油を無届け、無資格で備蓄している消費者も参見される。大量のポリタンクを住居敷地内に備蓄したり、ドラム缶を用いたりするケースが多い。ホームタンクの場合、 設置施行の際に施行業者がその旨確認することが多いので違法であることは、まずない。既発油税法の既発油の定義には入っているが、同法第16条には、灯油に該当するものは、これを免除すると記載されている。従って既発油税や、軽油引き取り税は徴収されず、実際に消費者が購入する際には、消費税法による消費税のみが付加される。 ガソリンスタンドにおいて、セルフ式スタンドで本来軽油を給油すべき、ディーゼル自動車に価格の安い灯油を給油する行為があるが、これはディーゼルエンジンはもちろん環境にも悪影響を及ぼしかねないばかりか、軽油引き取り税上の脱税行為となる。このため、灯油には市外交により、蛍光を低すくまりを識別剤として添加することが義務付けられている。歓迎地では、 気温が氷点下を割れるとなかなかエンジンが始動しない。そこで燃料を灯油を点火することで始動性を高める効果が期待できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。